が売れているミニ財布を徹底レビューしていきたいと思います。マイサイトバイマで実際に売れているお財布を取り寄せて収納力とか使いやすさをお伝えしていきたいと思います。今回はミニ財布レビューバージョン1として取り入れている3つのブランドを実際に取り寄せました。それでは早速レビューしていきましょう、はい。一つ目にご紹介するのはロエベのアナグラムトライホールドウォレットの三つ折り財布です。素材がちょっとこう脂肪感のあるフェブルグレインカーフという素材を使用しています。お色がこちらが新色になってまして、セレスティンブルーという空色のすごく大人っぽい感じのブルーになってます。中の作りはすごくコンパクトなんですが結構充実してまして、まずカード入れが 1,2,3,4,5,6 と、この裏にも1,2,3 とカードがついてます。そしてここにお札入れ、お手に入れはこの表の部分についてまして、こうやってスナップボタンで留める仕様のベッドがついてます。ロエベのミニ財布はスタイルハウスのチャンネルではすごく12点もたくさん取り寄せしてレビューした動画もあるので、もしロエベのお財布他にも気になるなっていう方は概要欄からチェックしてみてください。では実際にお金とカードを入れてみたいと思います。まずは少し硬いハードタイプのカードから入れていきます。コンパクトなタイプにしてはカードのケース、はい、スロット多いなと思いました。6枚っていうと結構たっぷり入るのかなと思います。で6枚入ってます。もしスロットに2枚ずつ急にポイントカードをもらった時とか、なんかこう急にカード増えた時なんかとか、こういうところに薄いタイプのカードであればスッと入れることができます。この上の段のところに入れようとするときついので、まあ、下の段に少しだけ入れる程度であれば全く問題ないと思います。で裏に1つずつポケットがあるので、こちらにもちょっと薄い感じのカードとか、あとはちょっと個人情報見られたくないようなカードとか、そういったものを入れておくといいのかなと思います。結構もうパンパンになってきました、はい、いっぱい入れますね。いっぱいですね。このコンパクトさで今スイカードとかを含めると全部で10枚入っているので十分ですよね。これで閉めてみるとこんな感じで、ちょっとカード部分に厚みが出ますね。ただそんなにぎゅうぎゅうな感じもしないです。続いてお金を入れていきます。お札を今1万円札3枚と1000円札7枚あるので一気に入れてみたいと思います。三つ折りなのでその分横幅が結構しっかりあるのでスッと入ります。こんな感じです。10枚入れてもこんな感じでスッキリ収まりました。で今カードとお札を結構マックス入れてるのでコインケースのところが圧迫されてくる感じがあるので、収納するものを調整しながら使っていくのが良さそうです。コインを入れていきます。10円玉が6枚と、6枚入れてすでに結構パンパンな感じはするかもです。わかりますかね。はい、結構厚みが、ね、厚みがもう出てきちゃいますね。続けて入れていきます。50円玉が3枚と100円玉が3枚、こんな感じです。ちょっときついかもしれないんですが入れていくと、あ、一応は閉まってますし、はい、こぼれちゃうような失敗とかもないと思うんですが、ちょっと見た目的にそうですね、こんな感じに皮が結構柔らかいというか飲みやすいので使いやすいは使いやすいと思うんですが、うん、ちょっと減らして、今カードとかもお札とかもこうマックスで入れた状態っていうのも、あ、それはあると思います、ね、このサイズにしてはかなり収納力が優れてるモデルだと思います、はい。2つ目にご紹介するのはこちらのボッテガの2つ折り、カスナウォレットになります。でこちらはラムスキンとカーフスキンでできたものになります。中の作りを見ていくとカードスロットが6つありまして、あとはお札入れと、あとは小銭入れがこちらにあります。
お色もすごい可愛いですね。はい、新色ですか？そうです。お色味は新作のレモンウォシドっていうカラーになっていて、すごい夏らしいというか、はい、爽やかです、ね、爽やかな感じのお色味になってます。続いて実際の収納力を見ていきたいと思います。まずはカードタイプのカードをどんどん入れていきたいと思います。実は私もこの財布の色違いを愛用しているんですが、はい、すごい皮柔らかくて、ね、カード入れやすいですよね。入れやすいです。皮がすごい滑らかな感じがあるので、はい、スルリとカードが入っていく感じがあります。はい、こんな感じです。またこう2枚重ねて入れてみても結構入れやすいですね。そうなんですよ。2枚重ねて結構そこまでコンパクトなサイズではないんですが、はい、皮が柔らかい分すごくスルッと入るっていうのと、はい、ポケットが少なめって多分感じる方いると思うんですが、うん、割と必要な枚数はしっかり入るようになってます、はい、そうですね。今ハードタイプのものを2枚重ねたんですけれども、うん、それでもちゃんと1段目、うん、あと2段目のところも入りました。であとはお札を、10枚感じで、結構幅はぴったりめな感じで入るんですが、ちゃんと10枚入りました、はい、で締めてみるとこんな感じですね。結構カードいっぱい入れたので、うん、カードの厚みっていうのはあるのですが、でも思ったよりボリュームっていうのはそんなに感じないような状態です。あとは小銭を入れていきます。片方にマチがついてるのでちょっとボリュームが出てもある程度大丈夫な感じですね。で締めてこんな感じでいかがですかね。結構厚みは出てきますが、はい、そうですね、厚みはあるもののさっきのロエベほど最初との見た目が変わった感じはないなと私正直思いました。最後にご紹介するのはマルニのマイフォールドウォレットです。素材がサフィアのカーフスキンというちょっとつるんとした感じの素材になってます。お色がマルニっていうあのバイカラーのデザインだと思うんですが、こちらはブラウンとピンクとボルドーの組み合わせになってます。中の作りを見ていきます。カードスロットがこんな感じでこう横に入れるような感じで 1,2,3,4 枚とコインケースの裏側に1つポケットがあります。そしてお札入れ、コインケースがこちらに、結構マチもある印象ですね、についてます。続いては収納力チェックしていきます。こんな感じの2つ折りタイプになっております。まずはじめにカードを入れていきます。入りやすいですね。このタイプだと、はい、多分横がパンパンなんですが、向きがこうなってることで、はい、結構カードの幅が広く取れるので、その方向結構スルッと入るので、この形個人的にすごいいいなと思いました。で一番この裏側のケースにもポケットにも入れていきます。です。で試しにここ2枚入るのかなと思ったんですが、あ、薄いカードだったら入りますね。ハードタイプのカードだと入らないと思うんですが、薄いタイプだったらこんな感じで入れられました。そしてコインケースの裏にポケットがあるので、ここにも何かマルチにいろんなものを入れることができると思います。こんな感じです。で締めた感じはこんな感じで、全然さっきのボッテガとかと比べたら全然こうスマートな感じになってます。続いて札入れです。10枚紙幣を一気に入れていきたいと思います、はい、なんかハグがあるんですね、はい、結構大きくて長めのハグがあるので、はい、ちょっとこれを受けて、あ、でもちょっと厳しいかもしれないですね。10枚だと入らない感じです。10枚だとちょっとカードを減らしてみましょうか、はい、カードだけ抜いていきます。
ガバッと開く感じではないんですね。そうですね。ちょっとカードを抜いてみたんですけど、ガバッと開かなくて、ちょっと減らします。1枚ずつそしたら入れていきます、まあ、1枚であれば全然入れたところなんですが、まだ入りそうは入りそうなんですけど、入れるときに平らに入れるのにちょっと指を入れ込んでこうちょっと押し込んであげないといけないっていうような感じです。こんな感じで今紙幣5枚入れた状態です。でもちろんきちんとこう気をつけていればもっと入るかもしれませんが、日常生活でさっと入れたり出し入れできるのは5枚ぐらいなのかなと正直思いました。なので紙幣をたくさん使いたいよっていう方はちょっとおすすめはできないかもしれないです。ただすごくカード入れのデザインはすごくいいなと思いました。こうやって締めた感じこんな感じで、そこまで厚みが出ずスマートな感じで持てるかなと思います。最後に小銭を入れていこうと思います。小銭を一気に入れてみます。小銭は結構余裕ある感じで入りました。はい、こんな感じで、あ、小銭入れるとやっぱりここがちょっと分厚めにはなります。手形のデザインなので大人っぽくかっこよく持ちたいっていう感じの方におすすめかなと思います。ただちょっと紙幣は注意が必要です。ということで今回は売れてるミニ財布を実際にレビューしていきました、はい、近日中に第2弾の方もアップ予定ですので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回ご紹介したアイテムは全て概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。